まともな恋もさせてくれ。そろそろ俺も大人だし、夢を追ってる男と恋をなくした女が、束の間でぬくもりは知らなくて、その先は君が弾いてたピアノの音が、寒い心に突き刺さる。グレーの似合う男がいい。ずっと前から思ってた。映画みたいに出会って、ドラマの中で別れた。知らなくていい。その先は束の間でいい。ぬくもりは二人迎える眩しい朝の白さが突き刺さる。まともな恋もさせとくれ。そろそろ俺も大人だし。イエーイ。失礼します。これはものすごい前ですね。あの1980年頃にあの作った歌でグレーという曲がありました。この頃はね、あのどんどん曲ができなくなった頃で、あのもう二十歳から、今僕がよくステージでやってて割とピンって言ってもらえたり、はい、コンテストで賞を取った曲はだいたい18から20歳21ぐらいまで作って、はい、でその後だんだんできなくなって、それで今のサビなんかちょっと矢沢永吉みたいでしょ、はい、ちょっとあのじ違うのを作ってみようと思ってメジャーセブンとかね、はい、やってた時に作って、でもずっと作んなくなって、でどれぐらい作んなかったかというと25年ぐらい作ってなかった歌を、で5年ぐらい前からまたやりだして、ずっとあのある方に刺激、ある方がどんどん曲を作っちゃう人なんですよ。武蔵小杉から鎌倉の方に電車乗ってる間に1曲できたみたいな、そうで、それで割とあの野本洋子さんから見ると、あ、こんにちは、野本洋子さんですね、再びよろしくお願いします。そう、割と僕ね、負けず嫌いなんですよ。最近またちょっと曲をね、ちょこちょこ作るようになって、ちょっとグレーという曲を、あのグレーというグループが出るはるか前にね、なんですよ、これは GREY というんです、作られた作った曲をやってみました。あんまりこの、うん、ありがとうございます、このステージというか、この番組では歌ってない曲ですが、本間照子の本間ミーヤのコーナーです、よろしくお願いします。はい、こんにちは、本間照子です。今日はですね、はい、なんかちょっと濃いめの、ブルーのワンピースに、はい、なんていうか、この帽子が、はい、これは意識してるのは明らかに小泉今日子ですね、はい、え、違いますよ、あの
当番組のおしゃれ番長、うん、坂井真理さんを。坂井真理さんはね、はい、もっとあのね、はい、あのケバい色が入ってると思います、ね、そんなこと言っていいんでしょうか、うんね、はい、というわけでございまして、本間照子さんというと、はい、もうシンガーソング、王女としてですね、シンガーの王女って自分で言ってますからね自称、はい、この夏場所ということで、はい、ライブ島倉千代子でございまして、はい、島倉千代子でございます。藤沢の何だっけ、 E シャープですか、はい、あそこもさよならライブを。そうなんです、つい2日前にですね、うん、はい、亡くなってしまうお店もありますけれども、うん、ずっとやってますね、ここのところね。はい、ずっとやってます。でその中で今日ちょっと一つ取り上げてお知らせしたいなと思ってるんですけれども、うん、ですね、はい、ライブリンク東北2017という、うん、全国規模のイベントがあるんですね、うん、日にちはですね、東北の、ま、震災の、ま、犠牲者の方でいうところの月命日と言えばいいんでしょうかね、うん、8月11日山の日に、はい、うん、はい、まあ、お盆の時期でもありますね、はい、うん、どういった内容かと言いますと、各地東北を、まあ、あの本なんでしょう、拠点としてという感じなんですけども、全国で、茅ヶ崎だったり川崎もありますね、川崎だったり、うん、沖縄だったり各地の、まあ、ライブハウスとかあのそういったところで、まあ、あのライブをしようと。で、2時46分ですねに、あの黙祷でみんなで一斉に開始して、2時っていうのは午前、あ、いや、14時ですね、14時ですね、はい、8月11日金曜日、この日はですね、山の日で祝日です。そうです、はい、はい、集まりやすいかなと思いまして、うんね、ちょうどいいかなと思ってます、うん、でですね、まあ、実際にまあ東日本の大震災から7年目になったんですけれども、うん、まあ、まだまだね、あの復興もこれからなのかなっていうところもあって、はい、でですね、あの今でもちょっと悲しい話なんですけれども、うん、まあ、否めないですよね、あのちょっと風化しつつあるというか、そうね、時間が経ってしまうとね、だんだん、さっきもその話させていただいたけどね、うん、そうですね、まあ、ちょっと思い出す機会もちょっと減ってきちゃったりしてるのかなと思ってるんですけれども、うん、あのちょうど月命日が山の日でお休みということもありまして、まあ、気楽にね集まって、あの固いことはなしに、はい、これが全国同時開催なんですね。そうなんです、うん、2時40あ14時46分に黙祷して、うん、で、開始しようということで、でいろんなところでやってるんですけれども、私はですね、あの茅ヶ崎全国ですね、旭川から、はい、もちろん今後の川崎でもあります宮城、ね、はい、石巻、はい、いろいろございます、小田原、はい、沖縄、中でもあるんですけども、はい、その中の茅ヶ崎です、はい、茅ヶ崎の会場を、ホストという形で、うん、矢崎くんというシンガーソングライターの若い男の子がいるんですけれども、うん、彼と二人で、うん、ちょっと主催でやらせていただくことになりました。司会もやる。やりますね。司会もやり、歌もやり、銭も取る。銭は取らない。銭は取らないです、うん、チャリティーなので、うん、はい、そうですね。で、まあ、募金を募るということですね。はい、そうですね、うん、募金を募って、それはちょっと東北の方に、はい、これはあの茅ヶ崎のババッチパパラッチでもないです、パパッチというお店があってです、ね、それはどのあたりですか、茅ヶ崎の駅降りる、駅の南口の駅から徒歩3分ぐらい あの近いところにあります、はいはい、詳しくは電話番号言ってください。電話番号は、0903090-4740 ですね、南口から徒歩3分ぐらいのところにありますので、はい、0903090-4740ですね、はい、もしくはあの Facebook なので、うん、ライブリンク東北であったりとか、うん、茅ヶ崎パパッチで弾いていただければ出てきますね、はい、出てくると思います、はい、ぜひ皆さん、もうでも来週じゃない、来週ですよ、8月11日って言うと全部先だと思ってたら、ね、来週の金曜日ですよ、はい、早っ、はい、早いですね、早い、はい、で、その、そうですね、で、茅ヶ崎に関してちょっと僕がしてお知らせすると、ま、ご自分のライブです、はい、次は、はい、うん、自分もあのもちろん出るんですけれども、うん、1、2、3、4、5、5組の、地元で活躍するミュージシャンの方に、あ、そうか、茅ヶ崎の話ですよね、はい、茅ヶ崎の話に行ってまして、はい、ごめんなさい、言ってます、うん、はい、5組のミュージシャンが、出てライブをしてくれます、うん、で、その前に、オープンマイクという形で、はい、俺にもやらせろという方がたくさんいらっしゃるので、あの音楽の街なのでね、茅ヶ崎って、うん、そうですね、はい、で、あのギターを持ってきていただいて、6組の方に、飛び入りも1組ちょっと飛び入り もちょっと、うん、あの募ろうかなと思ってるんですけれども、うん、それなんでオープンマイクということで自分で演奏したいという方も来てくれます、はい、そういった感じでちょっと盛り上げていきます。で、その中で、せっかくあのネット環境みたいなものが
ありますからね、あのツイキャスとかね、あのフェイスブックとかでもライブ中継ができる。今すごい、何がすごいってね、本間照子さん昨日の夜もライブだったんですよ、はい、ライブが終わって家帰る途中の道すがら鼻歌歌ってんのフェイスブックでライブ中継、それを見ていいねしたら俺もなんだろうと思いました、はい、でもちょっと酔っ払ってたので後で正気に戻ってすぐ削除しました。愛しちゃったのよと歌いながら、そうそうそう、あれでも新鮮でした。で何がすごいってね、あの歩いてる靴しか映ってないんですよ。そうなんです、逆にすごかった。逆にいいですよね、はい、もうあのそうですね、うん、道にいる人たちがみんな夜な目でこちらを見るので、やっぱ気分良かった歌った後ってうん、大体鼻歌歌いながら歩いてるんです、多分変な人に見えますね最近はもうでもこの夏場所がまだ今折り返し点ぐらい、もっとやってる、いろいろこれから、まだこれからもう8月も9月もちょっとご教えてくださいよ、本間照子ファンのために。せっかくなので、じゃあこれはあの動画のカメラにしか映らないかもしれないんですけれども、はい、今、これからの湘南スポーツ新聞これからの予定をですね、ちょっと、はい、この人面白い、新聞的な新聞のコピーのように、よくでもさ、スポーツ新聞のこの、なんていうの、色調ってこんな感じじゃない、そうですね、ちょっと、ね、そうなんですよ、というので載っております。はい、ちょっとざっくりと教えてください、これからのライブ。そうですね、8月5日は、あ、一番近いのは8月5日にですね、藤沢の長後駅ってあるんですけれども、長後の駅前で、商店街のお祭りがあります、そこでちょっと櫓の上なのかな、ちょっとわからないんですけれども、はい、歌ってこようかなと思っています。あとはですね、9日、はい、9日は、横浜の戸塚ですね、戸塚の街を挙げてはしご酒ライブということで、すごい、いろんなお店であのミュージシャンがこうなんでしょう、流しのようにね、ちょっと回って、いいですね、はい、で私は3軒回ります。あ、すごい、はい、で先ほど言った8月11日のライブリンク東北も茅ヶ崎会場、そして8月21日は、はい、21日は、いつも出ております、横浜の吉野城小人さんでブッキングライブがあります、楽しい仲間と出たいと思っています。27日はですね、桜木町、横浜桜木町バー花子で、3人の女の子とのブッキングライブがあります。はい、まあ、その後9月もあるんですけど、それまた次回ということにしたい、はい、また次回、すごいですね、常にやってます ね。どう、これはこんだけやってて、はい、あの充実感があるかしんどいか、それとも課題が多いか、どんな感じですか、楽しいか。正直やっぱりあの終わった翌日は半分寝たきりになってるんですけれどもあの、ね、消耗しますよね、はい、消耗します、うん、でも消耗するぐらいちょっと自分もね頑張らないと後悔が残るので、はい、やれるだけ、歌を作るのと、はい、まあ、ちょっと妙な聞き方しますけど、はい、ギターを弾くこと、はい、作詞をすること、作曲をすること、はい、歌うこと、この4つのうちどれが一番好きですか。一番好きなのは歌を作ることですかね、私は。私も一応やってるんで言っていい、はい、僕も作ることが好きです。やっぱりそうですね、あの本当に、まあ、てるちゃんまだ僕はライブ数やってないし、今年一回もやってないですけど、はい、あの人前でお金取って歌うってすごく責任重大なんですよ。そうですよね、うん、やっぱりこれをやっぱ何千か払ってもらってるわけじゃないですか、そうすると間違えちゃいけないし、練習しっかりしないといけないし、体調と取れなきゃいけないと思うと責任重大で、で僕も最近あの本間照子さんというアーティストにすごく刺激を受けて、あの頭の中で作曲するようにね、先週も申し上げましたけども、あのグランドツリーの1階に東洋華堂食料品売り場があるんですね、はい、でそこのいなり寿司売り場って奥にあるんですね、はい、そこに行くまでに1曲できるように今すごいですね、いなり寿司売り場っていう、うん、あの浮かんでくるんです、なんとなくで断片で浮かんできたのをスマホに入れて、後で組み立てて塩でっち上げるっていう、それはやっぱりいなり寿司に関係する、何も関係ないです、いなり寿司は好きですけど、うん、突然ワンフレーズが出てきて、今6曲ぐらい頭の中で曲はできてるんですよ、すごいですね、詩がねやっぱりねかっこいい詩を書いてやると思うんですよ、で今のさっき歌ったグレーっていう歌なんて、やっぱりいかにもね、はい、若いやつの歌なんですよ、もう 20代のあのちょっと内容がないんですよ、歌詞も曲調も洒落た感じ、うん、だけどね別に中身何もないですよね、もうちょっとなんかこうやっぱりあのなんていうのミスターボブ・ディランのようような気持ちで作りたいわけですよ。詩人って感じですね。あの詩だけ見た時にはこれはすごいなと思わせたい。そういうのない？あんまりないですね。私の場合ほどトイレ行ってて突然ポンと浮かんだフレーズからこう広げてっていうのが多いので。そうか。トイレですね、キーワードが。ちょっと今いただいていいですか？デパートのトイレですね。デパートのトイレ。デパートのトイレ。それは間引きしたものを着るとかする。間引きはさすがにね、しないですけど、急にね
なんかやっぱりデパートのトイレって綺麗じゃないですか、うん、心地よいんでリラックスするんですかね、はい、うん、出てきます。ぜひあのデパートのトイレに行ってみてください。作曲する方はやっぱりね、できるとね嬉しいですよね。嬉しいです、達成感というか、はい、あとパズルがね完成したような気持ちよさとかもありますね。はい、ぜひ皆さんやってみてください。 というわけでさ、そんな本間照子さんどんな歌を歌うんでしょうか、はい、今日は、今日はですね、先ほどあの言いました東北大震災に関するチャリティーに関係するというところで、私も、この3月11日の地震を、体験した時に、見た、そうですね、あのちょうど会社勤めしてたんですけれども、うん、まあ、異常にビルが揺れて、なんだかよくわかんないけど外に避難しましたと、うん、その時に見えた空が異常に深い青だったんですよね、うん、もうあの何とも言えない住んでるけど濃くてでも引き込まれるような怖い色の空っていうのも忘れられないなと思って、はい、それに、関連しまして群青という曲を作ったのでやりたいと思います。ちょっと待って、はい、今カメラの準備を。その日の空はどこまでも深く青く、無防備な人々の運命を吸い上げた。そこにある天は海は大地は父であり母であり友で、時に天は海は大地は怒りうなり叫んで群青、はい、聞いていただきました。ちょっと今胸がいっぱいになってしまいました、はい、あ、そうですか。ライブも頑張ってください、はい、はい、頑張ります、楽しみます、はい、この曲の後は、ニューヨークからの監督ヘルベルト・フォン・カラヤン式ウィン・フィルハーモニー管弦楽団レオンタイン・プライスのソプラノでビゼー作曲歌劇カルメンよりハバネラ恋は野の鳥。普段はこういうのを家で聴いて、はい、あのたまった古新聞を読んでます。新聞がついたまっちゃうんで、クラシックも聴く、クラシックすごい好きです。でもここではあんまり、これはポピュラーですけど、ブルックナーとか好きなんですけど、ここであんまり合わないんですよね、なんかこの番組に。そうですね、うん、ちょっと聞きますけど、オペラはさすっぽくオペラいいですよ、面白いですよ、奥深いですよ。はい、ホープ歌う、歌う、これはあれです、これは今の清志郎さんです、これは、うん、直で歌って、はい、皆様お聞きの放送は川崎 FM、FM KCT です。 79.1MHz で、ここ武蔵小杉駅前にありますパワープレイス1階の小さなスタジオから、あなたへ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 、お送りしております。毎週月曜日の午後1時から3時まで、私岡村雄一のシネマストリートでお楽しみいただいております。この放送はインターネットで世界中のどこからでもお聞きになることができます。ニューヨークでも横浜でも、皆様ぜひ川崎 FM のホームページに入っていただきまして、
リスンレディオのところをチェックしてみてください。そしてこの岡村一のシネマストリートの、ウェブサイトが、ちょうど1年と1ヶ月前に開通しました、はい、あの何代目かのウェブサイトなんですが3代目ぐらいですね、最も最強の、サイトができました、この岡村一のシネマストリートで検索していただきますと過去の動画がご覧になります。動画一つで先週は特にですねジュエホラーの父と言われてます鶴田のりお監督の演出で彼の書いたあの恐怖コレクターって本があります、はい、それをですね私と大野ひろみちゃんで演じたんですよ。で私があの人面犬のジミーという関西弁の濃い役をやって人面犬、うん、人面犬犬の役ですよ。顔が犬に似てるとか言われて大野ひろみちゃんはなんと AI のアンドロイドの、はい、私はそうは思いませんとかっていうのがねちょっとめちゃくちゃうまくてですね、でもう初見でやったんですよ、ノーリハで、はい、でこれが緊張しましたけどね、はい、あのそのうちアップされると思います。またご覧いただければ嬉しいです。今日はですね久しぶりですね。お久しぶりです。はい、津田哲一郎監督、うん、もうちょっと待ってください。はい、これで、はい、今動画を撮っております、はい、この津田監督なんですが、津田監督というドキュメンタリーの映画を、あ、そうですね、あの祖父池田高校の元野球部の監督をしていた津田監督の、はい、孫で、あのドキュメンタリーを、はい、昨年撮って、はい、それでちょっとお邪魔したと思うんですけど、ね、はい、好評で一緒にカラオケ行ったりしました、はい、笹部教授さんと一緒に笹部さんできましたね、はい、すごいメンバーですよ。津田監督と笹部教授さんと行ったというですねその辺のカラオケで延々と歌ってしまいましたけどね、ですで今日は津田さんからちょっと前電話があったんですよ。はい、ほんで出演以来だと思うじゃないですか、はい、そしたら出で自分が出たいか僕に出てしかないんですよ大体私、はい、あの監督からいろんな監督から電話があると。でそうじゃないって言うから、ああ何でしょうとね、はい、お金を貸してほしいなら2000円までだったら無理してそしたらもうぜひ紹介したい映画があるということで、津田さんから今日紹介してください。素晴らしい方が今日いらっしゃってます、はい、うん、そうですね、まあ、ちょっとうちですね、あの普段は監督もやってるんですけど、うん、今度あのニコニコフィルムという会社で配給の方も始めまして、そちらでちょっとあの配給させていただく映画でリベリアの白い血という映画があります、うん、それの監督の福永武さん、今普段ニューヨーク在住なんですけども、うん、日本に来ていただいて今こちらの方に来ていただいてます、はい、番組初登場福永大志監督です。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。ラジオとかもいろいろ出てらっしゃいます。まあ今回佐監督のおかげでいろいろと、はい、はい、どうでしょう、喋るっていうのは。喋るっていうのはまあちょっとまだ慣れないところは正直ありますけど、はい、映画監督の方って2種類に分かれまして、はい、なんだかんだって言っても出たがりの人といや本当にちらっと映るのも嫌だとかっていう方もいて、大体でも津田さんはシャイな感じですよね、ちょっとね。そうですね、僕はシャイです。嫌だ嫌だって言っても必ずあの結果的にはたくさん出てるのは大崎明さんとかですね、あの池田でやられるとかありますけども、はい、福永武史監督はどっち。まあ後者の方ですね、僕も後者、後者の方で、ね、苦手の方です、はい、マイクに近づけないでください。普通に普通そのままお願いします。はい、すいません、はい、というわけでございまして、わかりました。じゃあ今日はこの辺で今日、はい、福永さんはあのニューヨーク在住、もともとはどちらの、ちょっと福永さんのことを伺いたいんですけど、どちらの生まれ。北海道です。どちらでしょう。北海道の伊達市ってすごい小さい町なんで、うん、多分知ってる方はそんなにいないと思うんですけど、まあ、室蘭っていうところのすぐ近くなんですけど、うんうん、そこにまあ高校までいまして、その後、まあ英語をちょっと勉強して、アメリカに移ったのが14年前です。もう北海道にいる時代に何かこの映画好きだみたいなのあったんですか。こう好きな映画ですか、うん、ありました。まあ高校の時にすごく、まあ、映画たくさん見出して、うん、やっぱりあのキューブリックの2001年宇宙の旅、ああなるほど、あれ見てショックで、ショックでも、ね、わけわかんないでしょ。いや、わけわかんなかったんですけど、そのなんていうんですか、とりあえずもうものすごいものを見たっていう衝撃がすごかったんですよね。うん、巨大な映画ですよね、うんうん、最もパンフレットが売れた映画だ。あ、そうなん。映画見てわけわかんないからみんなパンフレット買ったっていうね、当時ね。なるほど、うん、僕今でも好きですね、あれをね。論理的に僕一応説明できます。僕キューブリックオタクなんですよ。あ、で、監督だったらご存知かと思うんですけども、フルメタルジャケットっていうのを撮って日本で公開になるときに、はい、初め戸田奈津子さん
とやる。でキューバに行くとしたら本当不思議な人で人と会わないんですよ。で電話で済ます人なんですよ。だから日本とやり取りしてて戸田さんと決裂してしまって、原田雅人さん、あの映画監督がその字幕を担当したっての知ってます？知らなかったです。でその原田さんからいろいろ聞いたことがあって、普通会ったで原田さんがキューブに会いたいっていうのもあるんだけど、会った方がいいじゃないですか、いろいろなんだけど、いいよ会う必要ないっていう感じで、ものすごい電話で使ったとか言ってました。で2001年はね、まあ一言で言わせてください、進化の映画なんですね。あれはあの最初猿が現れて、人類の夜明けと出てきて、もうまだ猿に人間になる前ですよね。で猿同士がこう喧嘩して、見た、よく見てね、猿同士がこうなんか争ってるんですよ、はい、である時骨が落ちてる、骨を手にしてダーンと相手が死んじゃったんですよ。勝ったと思って、そいつがやったやった、俺はすごいんだと思って、はい、そこの前にトップみたいになってない、やったーって言って骨をパーンと空に上げる、パーンと上げて骨が横になってる、はい、パッと画面切り替わるとそれが宇宙空間の宇宙船になってるんですよ。へー、これはすごいですね。全部持っていかれる、つまりあれが人類の進歩の始めだっていう武器を持ったっていうのがね、そこが発展して宇宙船になったって、はい、そこから人間から発展してコンピューターに取って代わられる、コンピューター春って言って、はい、そこから最後なんかちょっと仏教的になってくるんですね。あれアーサーシークラークという人の原作短編なんですけど、はい、前書っていうのがあって、この人はあのスリランカに晩年住んでてですね、はい、仏教徒なんですよね、西洋人なんですけどね、うん、であれは輪廻転生の、ね、話になってくるんですけど、これもね全部ね細かくね、いろいろですね、あのユダヤ教からだで、あれツァルスターが書く語り部が使われてるじゃないですか、でツァルスターを、はい、英語読みするとゾロアスターになるんですね。ゾラスター教って聞いたことないですか？あるんですよ、というような話をしてるとイベリアマリア申し訳ございません、ついね、僕ねもう本当に2001年とかあの話になるとね、ダメで多くの友人が去っていきました。この曲なんていきましょう。リベリアの白い血特集です。ダブルハーツナビゲーター。もう、ね、何回かね歌詞カードを持ってきては歌うのやめてるんですよね。そうなんですか。重くてなんか ストーリー言ってもらいますよ、はい、公開が8月5日もすぐですね、はい、今週ですね、今週末です。リベリアの白い血という映画が8月5日アップリンク渋谷で、ロードショー始まります、今日は福永武史監督に来ていただきました。後見人として皆さんも同じにスタート一応監督にも、はい、何でしたの、リアルしたいの、え、いや頑張って営業してるので今、はい、うん、というわけでございます。ちょっとさっき途中になりましたが、それでまあ北海道で2001年見てすごいって言って、私がもう話取っちゃってすみません、2001年見てで映画監督になろうと思った、いやその時はまだ思ってないです、ね、うん、でもアメリカ行く前に映画作ろうと思ってた、はい、思ってなかったです。あ、じゃあただ英語やりたくてアメリカ行った、いや違うんです、まあその時まあ多感な時期で、うん、もうちょっと日本に馴染めないというか、そういう女に振られた、いやそうじゃないですけど、うん、ちょっとまあ違う価値観とかいろんな文化に触れてみたいっていうのがあって、うんうん、ありますよね、うん、でまあ、まずアメリカに行きたかったんです。で行って、うん、でまあ映画もずっと好きだったんで、それでいろいろ選択のクラスで写真とかいろいろ撮ってたら、うん、まあ、すごくみんな自由に自信持ってやってる姿に刺激を受けて、あ、こういう感じならその自分もやってみようかなと、そこで初めて思いまして、それでニューヨークに移ったのが12年前 でそこで映画学見てて、そのまま今に至るという感じです、はい、じゃあ日本では全然映画作りしてなくて、そうです、まあ、日本に行った時はどうしても芸術ってやっぱ敷居が高いイメージというか、なんか自分がやっていいもんって思えなかったですね、僕は。でもまあ映画、今芸術とおっしゃったんで伺いたいけど、はい、映画は芸術か娯楽かとかっていうよく言うじゃないですか、まあ、難しい。でアメリカは久しなんかもう長らくビジネスとして捉えてて、はい、まあ、時々この番組で話させていただくんですけども、日本における映画とアメリカのにおける映画の決定的な違いはですね、はい、何だと思いますか、陽子ちゃん。楽しさ
アメリカの方が楽しさが、うん、それは大体当たってます。あの、ね、アメリカってもう基幹産業なんですよね、うん、映画というのは国を支えてるんです。それぐらいのものなんですね。だからもう儲かんないことやんないっていうイメージがあるんですけど、まあ福永さんそうじゃないところでなんかやろうとして、うん、そうですね、うん、まあその部分ももちろんやっぱり映画でやる、まあ大衆芸術大衆文化なので、うん、やっぱり外に開けたものを作るべきだと思うんですけど、うん、そのバランスっていうのはおっしゃるようにとても難しいところで、はい、そのいろいろこれからも葛藤していかなきゃいけないなと思ってますけど、でもまあ自分の撮りたいものを撮りたいという気持ちが強いという、そうですね、それを前提にそれをどう、うん、どれだけ広げれるかっていう感じです、うん、で今回長編第一作ですね、そうですね、でこれはちょっと問題作だと思うんですけども、こんなストーリーです。ディープタイトル皆さんぜひ覚えてくださいね。リベリアってありますね、あのアフリカの国ですね、リベリアの白い血はブラッド血液です。リベリアの白い血、こんなストーリーです。リベリア共和国のゴム農家農園で働くシスコは過酷な労働の中で家族を養っていた。仲間たちと共に労働環境の改善に立ち上がるが状況は変わらない。そんな時シスコはいとこのマーヴィンからニューヨークでの生活のことを聞き、より良い生活のために愛する家族のもとを離れ自由の国アメリカへ単身で渡ることを決意する。ニューヨークのリベリア人コミュニティに身を置きタクシードライバーとして働き出したシスコ、移民の現実を目の当たりにしながらも都会の喧騒や多種多様な人々が住むこの地に少しずつ順応していく。しかし元兵士のジェイコブとの予期せぬ再会によりリベリアでの忌々しい過去がシスコによみがえってくるのだった。初めてこの映画を見たとき、津田さんどう思いました？あ、僕ですか。うん、まあやっぱりその、まあ、やっぱり何よりもその福永監督で日本人の方がアフリカのそのリベリアという僻地まで行ってこういう映画を作られたということに僕はすごい感銘を受けて、うん、なんとか応援したいなっていう気持ち。前から知り合いだった？いや、じゃなくて。じゃないんですよ。うん、まあちょっと一人の方を介してご紹介いただいて、うん、日本でどうしても公開したいっていう思いが強かったので、うん、ちょっと僕が協力させてもらいました。そういうガッツあるしだなというふうに思って、はい、で映画ご覧になってどうでした？はい、まあ、そうですね、やっぱり僕もともとそのあんまりストーリーが強いというかエンターテインメント性が強い映画が得意じゃないので、うん、こういった淡々とした最初前半部分結構ゴム農園で働いているリベリア人の方が出てるんですけど、うん、その描写がすごい僕の中で、うん、なんていうんですかね、これ染みたというか、うん、あの風景を、まあ、ドキュメンタリーに近いような描写なんですけど、そうですね、ただ働いて、はい、ゴムの木を切って、ね、皆さん知ってます、ゴムって植物なんですよね、切ってあの白い樹液が出て、はい、大変ですよね、はい、あれをもう何万本、はい、何千本から取っていくって仕事をやってる、はい、うん、でそういう描写がすごい僕の中では感銘を受けてというかずっと延々と見ていたいなと思ってそういう映画だったのかなと思うんですけど、うん、陽子ちゃんどうでした？変わりたいって主人公が思って自分をね、まあ、はい、状況がね、自分の状況、いきなりニューヨーク行きますね、はい、うん、変わりたいけどすぐに変わることができない苦しさとか悲しさとか、うん、そういうものが自分とクロスしたまあそうですね、それもありますけど、あの主人公のシスコの目が、うん、本当にその気持ちがすごく伝わってきて、うん、そこが印象に一番。監督、この映画を撮ろうと思った一番最初はどういうところかでしょう？ですね、もともと僕、まあ、ずっと仕事であの編集の仕事をしてるんですよ、はい、ドキュメンタリーとかいう、うん、それでその同じ主題のドキュメンタリーの映画に関わることがありまして、それがまあリベリアのゴム農園で働く労働者についてのドキュメンタリーだったんです、うん、それでそこで見た映像でものすごく、まあ、まあそのすごく過酷な労働条件の中ですごくひたむきにあの力強く生きているその労働者の人たちの姿にすごく感銘を受けまして、でまたそのゴムっていう、まあ、僕らが日常的に使うものの裏側にある世界で全く知らないですよね、うん、あんな過酷な労働が誰もが使ってるもんです。そうなんです、うん、なんでその、まあ、その日常製品を普段その使っている以上やっぱり完全にその、うん、あの切り離せる世界じゃないんですよね。それでまあその後にすごく考えさせられるところがありまして、でまあそこはちょっと何年か経つんですけど、で初めてその自分の初長編映画をやろうと思った時に、まあニューヨークにずっといたんで、その移民の話をやっぱりやりたいっていうのが、移民ばっかりですからね。そうですね、うん、まあ自分もそうです、まあ外国から来てると、はい、
それでその最初に思い立ったその背景がその世界で、うん、でそれを2つの世界を1つの映画の中でつなげることによっていろいろこう伝えられるものがあるんじゃないだろうかと、うん、そういう成り立ちです。でも、はい、リベリア初めて行って、はい、どうでしたこの映画撮るというか。もちろんやっぱり、まあ、日本人で、うん、でまあリベリア人の映画を撮るっていうことはどうなんだろうかっていう葛藤もすごくあったんです。なんでお前日本人が来たんだって言われない。言われなかったです。ああそうですね、まあ、最初そういう不安もありましたけど、うん、行ってみたら、まあ、その時にはいろいろリサーチをしてそれです、まあ、向こう あのリベリア政府傘下にあるリベリア映画組合とかにいろいろコンタクトを取った上で行ったんですけど、すごくまあやっぱり観光で行くようなところとかではないので、まあ、まあ、ましては映画を誰かが撮りに行くところではないので、そうですね、すごく逆にすごく歓迎させられた、してもらったんですけど、まあ、その前にそのニューヨークに脚本を書いてる間にそのリベリア移民の方とかにインタビューをたくさんして、でまあいろいろ学んでその脚本を書いてたんですけど、その時にまあそのさっき言ったその日本人としてそのリベリアの主人公の話をやるっていうのはどうなのかって思ったんですけど、まあ、自分がその映画に感銘を受けてきたっていうのは普遍的なテーマだったりそういう本当の人の姿っていうものにすごく感動してやろうって決めたことなん で僕もそれが目標なんでその映画を作ることに対してそういうものが、もう一回言って、それはその普遍的なテーマだったり、普遍的なテーマ、人が働いてるってこと、まあ、人が働いてるとか本当に人の、うん、そうですね、強さとかそういう根源的なものですね、うん、そういうことが、はい、描きたくてやってるので、映画作るならそういう普遍的な人間の根源的なものを、まあ、盛り込んだものを作りたいという気持ちがずっとあったってことですね。そこがテーマなので、うん、そういうところを目指しているのであれば自分の前にそういう何人だからとかっていう境界線を引かなくてもいいのではないだろうかって思えて前に進めました、はい、では今回この次の曲は今回のアーティスト体温台この人のことを教えてください。あ、はい、彼はですねもともと日本でバトルズっていうバンドのフロントマンで、それすごく知名度がある方なんですけど、この映画 の、まあ、ずっと映画制作を一緒にやってる、ナレ・ブラクストンっていうこの映画では脚本とプロデューサーを、まあ、共同脚本とプロデューサーをやってるんですけど、彼 のお兄さんでして、でそういうつながりがあってその映画の音楽を作曲していただいて、そうやったアーティストです。はい、じゃあこの曲聴いていただいたらと。体温台ブラクストンでグラッカ、グラッカ、体温台ブラックストンでした。リベリアはまあ、内戦があったりとか、僕のイメージだとちょっと大変なところだというイメージしかないんですけども、なんかこの映画の撮影中にカメラマンの方が大変なことになった。あ、村上さん。あ、はい。うん、そうですね。このカメラマンの方も日本人の方で、村上亮さんという方なんですけど、宮川美香さんの。アリシア・キーリングの PV とかもカメラマンしてるような、はい、すごい方なんですけど、まあ、福永さんと実は親戚といいますか、福永さんの妹さんが、その村上亮さんと結婚されてるっていうのもあって、まあ、今回の映画ももともとさっき福永さんがおっしゃってたドキュメンタリーを撮られたのがその村上亮さんという方で、そういうつながりもあってカメラマンも今回の作品もやってたんですけど、まあ、そのリベリアで撮影中にちょっとマラリアになってしまって、でニューヨーク戻った時に発症して亡くなってしまったっていう。マラリアって助からないんですか？まあ、そこはいろいろありまして、ちょっと複雑なところがあるんですけど、ちょっと一言で説明ですね。なるほど。後ほどデータ取ったんですよね。まあ、そうですね。で僕がちょっとその村上亮さん出身が徳島出身っていうのもあって、僕はもう徳島なのでっていうのもあるのと、亡くなられた年齢が33歳なんですけど、僕が今年33歳っていうところで、その村上亮さんの命日が6月29日なんですけど、で僕偶然ちょっと僕の誕生日がその日で、そうなの、ちょっとなんか感じますね。そういうことだから、なんかそういう運命的なものも感じてっていうところなんですけど、はい、島岡さんなんか感じてるみたいだから、ちょっと島岡さん今呼んでます。島岡さんこの映画見てなんか一言、最近ね第一部のアシスタントがね、はい、デパート、じゃあ一言どうぞ。はい、いやちょっとねびっくりします、ごめんなさい、私前後の流れ全然聞いてなくて、とってもないこと、この映画の感想を言えばいいですか、はい、リベリアの白い人、救いようのない感じにどんどん陥ってしまうあの主人公の辛さがね、
あのなんか救ってあげたい感じになったけども私の力ではどうにもならないっていうのがあのニューヨークなんだなって、ニューヨークに来ちゃったアフリカの人なんだな、リベリアの人なんだなっていう思いながら、どうなってっちゃうんだろう、この人なんとかして救ってあげたいと思ったらああいう終わり方をするんですねってちょっとびっくりしました。はい、ありがとうございましたすいません、ちょっとあまりにも前後の、いや、いいんです、感想はい、もう感じてください、はい、僕の感想ちょっと、はい、キアロスタミみたいだったね、アバスキアロスミスミキアロスタミみたいなタッチをが好きだろうなこの人だと、まず最初さっき監督がおっしゃってた、今日二人とも監督ですけど、白いゴムの樹液を淡々と労働してるところから、はい、労働してるところで始まって労働してるところで終わる映画なんですよ、実はね。で、全く僕内容知らずに見た。で、次はずっと喋ってるんですよね。お前働きすぎだぞとか言って、体壊すぞ。で、給料ぐらい安いよって、ちょっと今ストライキやってるらしいけど、いやもう俺はいいんだよとかって、で、男の家族が映ってきたら、まあ言っちゃ悪いけど貧しいとこですよ。で、お父さんのこのゴムの木がこのなんかスリッパみたいになるんだよって子供と喋ってるのがあって、で、ここが実はね、この映画の肝なんですよ。わかります、陽子ちゃん、はい、つまりね、まあ家族だけで喋ってるじゃん。 あそこでね、ほんとくしくもあの蔦監督がさっきおっしゃったようにドキュメンタリーみたいなんですよね。で、あそこでドキュメンタリーというのは、あの撮る側、作り手側、撮影する側、インタビューする側がどれぐらい相手の懐に飛び込んでるかが勝負なんですよ。僕も長らくインタビュアーの仕事させてもらってますから、はい、あれがね、なんていうかね、あそこのリベリアのね、地面に血がついてる、カメラの三脚が、という感じがしますね。あのちゃんとあそこに入ってるんですよ。パッと行って、はい、はい、コーディネーターがいて、はい、もろもろ行けばよろしく、はい、撮りました、はい、次のスケジュールっていうのじゃないっていうのがね、監督のね、その視点がね、あの地面から近い、あのカメラアングルのことじゃなくて、そういう感じがしました。あそこがね、ちゃんとしてないともう全部ダメですよ、この映画は。ほんで、どうなるんだろうと思ったら、パッとニューヨークに変わっちゃって、タイムズスクエアじゃんってなってて、それで、あんまりそれ言うといけないけど、まあ、さっきね、あれちょっと言いましたけど、ジェイコブっていう男が出てきて、この、デビッド・ロバーツっていう人です。この人はニューヨークの人？ニューヨークの人です。はい。けど、あの母親がシエラ・レオーネ出身で、ちょっとまあアフリカの番組、黒人の人が出てくる、この、まあ、嫌な感じの人なんですよ。若い時の寺田みのりみたいな感じの。この人が、あれ、おい、おい、お前やっぱりそうだよな、シスコだよな、覚えてるか、お前あの緑の家で悪いことしたよな、覚えてるだ、俺だよ、俺だよっていうのが、意外とこの役は役者の立場だって見ると難しい役ですよ。で、つまりあのちょっと僕一昨日のブログに書かせていただいたんですけども、この映画省略がうまい。で、そこで、このリベリアの内戦ですかね、実際はね、内戦があった時のそのニュースフィルムとか戦闘シーンとか全く出てこない。つまり内戦の話もほとんど出てこないですよ、で、あそこでそのジェイコブって男がいて、いやらしい感じでシスコに絡んできて、俺の女よかったらおいあげるよ、ちょっと安くしとくみたいなことを、いやらしいことを言ってくるわけですよね。で、あの男の雰囲気、男の言動が全部その過去のこと、あの男の演技だけで描いてるんですよ、はい、これはすごくナードとしてのレベルが高いのと、はい、まあこの役者なんてうまい人なんて、本当に嫌なやつじゃないの人、実際どういい人ですそうですかニューヨークで何舞台とかやってる人、舞台とか、まあ、あの詩人だったりそういう曲があって、あ、はい、映画もやってますし、だんだんちょっと名前が出て、今ね、なんか出てるっていうのがあったんで、すごい、あの人すごく、ああいうのがうまい俳優なんだって、演技してるんじゃないじゃない、ちょっと本当会いたくないって感じするんですよ。例えばあの蔦さんが電話で、あの今日主役の人はちょっとスケジュールダメなんですよ、監督とですね、あのジェイコブの役すみませんが、ちょっと監督のみにしてくださいっていうぐらい会いたくないぐらい、いいと思いますね、蔦さんと。あ、すごい、もう迫真の演技というか、ですね、素晴らしかったですね。もちろん主役のシスコの彼もいいんだけど、彼がいるから映画が成り立ってるっていうところがありますね。いかがでしょう、監督。いや、もう彼なしではありえなかったと思います。ああいうのが何ていうのかな、もちろん内戦を描いたらお金かかるとかいろんな問題あるんだけど、アートとしてすごいなと思ったの。その彼で全然語ってないじゃん、細かいこと、はい、なんだけどもう嫌で、シスコが嫌で嫌でたまんないっていう感じで、で、まあ、あることが起こってます、それは言いませんけども、はい、最後が淡々と終わるんですけど、はい、このラストは賛否両論ですね、はい、多分いろんな映画祭もあって、いろいろその挨拶で Q&A でも一番質問が出た終わり方だったと思います。もっと派手に終わる方法もあったと思うんですけど、どうしてああいうふうに選んだんですか。そこはあの
さっきおっしゃったように労働で始まって労働で終わるっていうのは、うん、あの脚本思い浮かんだ段階最初からずっと変わってなかったところで、やっぱそこに心を打たれて始めた映画だったんで、そこで終わらせたかったっていう。スタッフさん配給する立場はっきりでリスクを負うわけじゃないですか、はい、そこを取り直せとか思いませんでしたか。いやいや、僕はああいう終わりが好きなので、うん、自分としてもああいう映画を作りたいと思ってるので、はいはい、じゃあ三段落ちになっております。陽子ちゃんどう思いました出したなんかシスコの人生がまだ続く感じがして、なんか幸せになってくれると思いますよね。うん、まあちょっと悪いやつにも出会ったけども、ちょっとあの、うん、マーティン・スコセッシ監督のタクシードライバーみたいなねタッチもありますけど、うん、ニューヨークも悪いとこばっかりじゃないでしょ、監督住んでらっしゃるって、はい、もちろん。やっぱ僕はその人の強さをやっぱ描きたかったんで、強さ、ね、僕の中でまあ寂しさもありますけど、あのなんていうかそういうふうにポジティブな表情で終わってるつもりなんですけど、はい、トランプになってからのアメリカってどう変わった？それはまあそうですね、なんか嫌なニュースがやっぱ毎日あって、もうあの自分も含めて周りもそのニュースをもう毎回そのずっとその読んでいたら、まあまりにも落ちてしまうから、ちょっと一歩トランプって言わない番組ができてるとか放送局ができてるとかね、言いましたけどね。そんな変わっていくアメリカの中でちょっとたくましく生きる男の話、リベリアの白市、ぜひ皆さんご覧ください。今日最後の曲、ニーナ・シモン、インパーソンで Ain't Got No, I Got Life。 この番組では皆様からリクエスト曲、番組への感想などをお待ちしております。キングコングのブルーレイ DVD 希望の方もこちらです。すべての宛先は郵便番号 211-8566 川崎 FM 岡村陽一のシネマストリートの係まで、ファックスナンバーは川崎 044-711-1400 川崎 044-711-1400、 E メールはすべて小文字で kcity@kawasakifm.co.jp までお待ちしております。お待ちしております。スタッフ、最後に一言お願いします。そうですね、あの、まあ、この映画、まあ、福永監督自身本当にこれ世界の映画祭カンヌとかベルリンでも認められている監督で、まあ、是枝さんとか川瀬さんとか黒崎良さんとかの次の世代の日本を背負っていく映画監督だと思いますので、はい、その長編デビュー作リベリアの白市をぜひ見ていただけたらと思います。長竹監督、一言お願いします。まあ、ちょっとさっき話してたように、人として人を描くっていうことを念頭に入れて作った映画なんで、まあ、日本人が作ったっていうところもまあ出ると思いますけど、そうじゃなくてまあちょっと広い心で見ていただきたいと思います、ね、リベリアの白市、8月5日公開です。皆さんよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。岡村陽一のシネマストリート、ありがとうございました。今日いかがでしたでしょうか、はい、あのワーナーのソフトご紹介しましたけど、うん、私は8月公開のワンダーウーマンにあまりにも力が入っ て、もうぐちゃぐちゃ、もう頭に血のぼってしまいましたね。つまりもうとにかく美しい女性が出てる、ガガノットが素敵、あのミスイスラエル、はい、もう美しい女性にもうとにかく弱いな私。じゃあ以上です。早めに呼びますわ。はい、綺麗だって綺麗どころ、はい、お願いします、はい、というわけでございました。さあ今日は本間照子さん、いかがでしたでしょうか。はい、今日はあのまた涼しく歌わせていただいて、うん、ありがとうございます。歌もですけれども、あのライブまだやるか、まだやるか、あのみんな仲間も見てると思うんで、みんな見てるから、はいはい、あーいやん今日はみんな捨ててきといたよ、あの偽小泉京子で、はい、偽物、はい、ありがとうございます、恐縮でございます。はい、はい、リベリアの白市もあのすごく興味が湧きました。ぜひ見に行きたいと思います。はい、はい、どうも、はい、そしてレポーター&臨時アシスタントの野本陽子。はい、野本陽子です。今日はアイスランドのハートストーンと、あとこのリベリアの白市を紹介しました。この映画はとってもあの今まで見たことのないドキュメンタリーチックな映画で、あのぜひ見てほしいと思います。はい、僕は今日の番組の感想を伺っております。はい、それを一言で決めてください。面白いこと言って。面白いこと、あ、今日もっと頑張るぞ。さあ、元ワーナーの鈴木さん、いかがでしたでしょうか。今日ですか。あの、はい、今回3回目なんですけども、はい、やはりその古株というか元々ね知ってる人なんで、うん、割とこう楽しくできてよかったですね。はい、はい、以上です、はい、来月もよろしくお願いします。ちた、はい、さん、はい、ちた、さんの、ちた監督という映画を撮ったちた哲一郎監督、お久しぶりです。お孫さんですが、はい、
佐々さんのおかげで今日の番組後半成立しましたが、今日はいかがでしたでしょうか。あ、すいません、なんか全然僕今日自分の監督作じゃなかったんで気を抜きすぎてたというか、準備不足すぎてすいませんでした。はい、福永監督の映画見に来てください、お願いします。はい、はい、番組初登場福永武史監督、いかがでしたでしょうか。いや、まあちょっと慣れない部分もありましたけど、ちょっと伝わればいいなと思います。ご飯食べた？すいません、よろしくお願いします。はい、お願いしますよ。で、チラシ持った方がいいですよね。あのホームページをとか、そうです。ユベリアの白い血はあえて言いますが娯楽映画です。人間がどう生きるか、強く生きていくっていう、リベリアは戦場だった、ニューヨークも戦場だったっていう話でもあるんだけど、その中でもたくましく生きていく、それがなんか僕なんかが言うとなんかガーッとなっちゃってダメなんですけども、淡々と力強く描いてるところがすごくレベルの高い映画で、あえて僕は娯楽映画と申し上げたい。この夏一押しの映画、リベリアの白い血、8月5日公開です。ぜひご覧ください。お二人ありがとうございました。ありがとうございました。